バッジエンジニアリングは、自動車業界において、兄弟車、姉妹車を別の販売もで売るために商品名や、エンブレム、いわゆる社名やブランド名のバッジを変えて販売する、手法。自動車における OEM でありリバッジとも言う。また、このような車種をリバッジモデル、または、バッジモデルという。多くの自動車ブランドを擁するアメリカ合衆国の、ビッグスリーや、 イギリスの BMC、フランスのルノー、日本ではトヨタ自動車やその子会社などに多く見られる。実際にはバッジのみならず、ブランドごとの伝統や価格差を表現するため、また、販売国の思考を反映させるために、ラジエーターグリルや、時には、透過類まで含めた変更がなされている。日本では1970年頃から登場し、主に販売チャネルの多さや、 参加の大発工業や日野自動車との結びつきが強いことからトヨタ自動車が得意としている。最近ではディーラー網の統廃合などで乗用車については減りつつある。一方、各社の合理化により生産車種を絞る傾向にある昨今の風潮の中で乗用車大手が小型トラックなど商用車のラインナップを揃える際に多用されるようにもなっている。 代表的な車種に、イスズ自動車、日産自動車、マツダ、UD トラックスの4車間における系列を超えた、エルフの供給関係がある。また、乗用車においてもある、特定のジャンルのラインナップ強化は必要と、認識しているものの事情により、外部から供給する場合もある。変わった事例としては、ダイハツメビウスやイスズコモのようにその市場の特性から、 ある特定の市場にのみ異なる名称が与えられるケースもある。さらに近年では2代目日産クリッパーや UD カゼットのケースのように A 社の OEM 元であった B 社が C 社の OEM となり、その結果 A 社が C 社の OEM となるという二重 OEM とでも言うべき状況まで発生している。ABOEM 日韓カーセンサーイスズジェミニア、 GM 大湯、ラセッティのように、グループの世界戦略者として仕向け地別にブランドや名称を変えて販売されるケースもある。かつてカフェ基準が定められた際、アメリカのメーカーが日本車を自社ブランドで販売することがあった。ジオやアスナの各車種は、イスズ、大ユ自動車などの生産する輸入車であったが、 アメリカ車とみなされたため関税がかからず、廉価な設定となった。ジニ、トヨタデュエットや日産、オッティのように、本家より、姉妹車の方が、メーカーのネームバリューや販売力の差などにより、多く売れるという逆転現象が起こることもある。もともとクリッパーは、三菱、ミニキャブの OEM だったが、当のミニキャブ自体が、鈴木キャリーのフルチェンジを機にキャリー。 エブリーの OEM に切り替わった。その結果、クリッパーもキャリー系の OEM となり、キャリー系は元来その OEM だったマツダスクラムと、並び日本車で稀に見る4兄弟車種となった。2016年12月まで、トヨタ車体制。ミエフ電気自動車を除く。ありがとうございます。